ばんは。じゃーん、ニュー形態になりました。イエーイイエーイ。もう難しい、いろいろ全然設定が。取り戻したよ、 iCloud。 できたし、できたよ。あとはしめじを入れたい。キーボード、そうケースしなきゃ。そうなの、ケース買う。ねえねえねえ、じゃあしめじどうやって入れるんだい。しめじ、クシメージダウンロードしてなかった。あのね、なんか LINE のトークが4月以降、4月30日からしかない。悲しい。なんで？ねえ、これ後々戻ってくる？ LINE 時間かかってるかな。電波悪い、電波悪いって言わないで。携帯変えた。 iPhone7 でやるとやっぱ追いついてないみたい。ショールームにこいつをアップデートしよう。でもこの iPhone10にを回収に使っちゃうと携帯いじれないから
嫌なんだけど。てかなんでセーター着たんだろう、暑い。よいしょ。携帯何にしたの？いや機種は変わってないよ。アップルケアで何円だろう、7000円ぐらいで買えれた。やばくない？安っ。私がなんか7000円ぐらいですかねって言われて、えって言ったよ。この絵はえ安くない、いいんすかその値段でっていう絵だったんだけど、店員さんがあ違います違います、アップルケア入ってなかったら7万円ぐらいかかりますのでお得だと思いますって言われて、あ、違う違う、お金かかるのの絵じゃないよって。そう、日本語むずい、焦らせちゃった。毎月アップルに課金しててよかったぜ。結構違うよね。おいたん、あかり、あかりの人はゼリータイプ。ただあかり、おいた、いきなりあかりはちょっと幸先が良すぎるね。今回当たり多いかも。生誕当たりました。あ、生誕祭、そうじゃん、生誕祭皆さんどうですか、当落当たってましたか。どうですか、初めて当たった。違う、今までのキャパと違うから。そう、セーターいけます、待ってます、嬉しい。ブルーライブよろしくね。アイスありがとう。アップル行ってよかった。めっちゃ 一瞬で終わったよ。30分ぐらいで携帯が新しくなった。え、てか LINE 返ってこないのかな。2週間分ぐらいしかないトーク履歴が、悲しい。それはもうさ、戻ってこないの？辛すぎまん。バックアップしてたんだけど、なんか、あ、トーク履歴戻った戻ったと思ったら、
2週間分ぐらいしかなかった。今日も場面遅れましたか。おはようと休みだけ送った気がする。にゃんすけも送ったんだけど、なんかディズニー製品が映り込んでたらしくて止まってた。クマさん食べて食べて、もご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 、アイス、あ、今日アイス食べました。初めてあれを食べました。新幹線のホームにある31の自販機、370円もしたぜ、ビビったぜ。370円、嘘だろって思いながらポッピングシャワー買った。カチカチじゃないよ、ただの31だから。普通高いよね。31基本14個分らしいね。何が？ LINE のアップデート？マジ？つら。聞いてないんですけど。私2017年ぐらいから LINE 貯めてたのに。もういいわ。気にしないとこ。気にしたらへこむ。よいしお疲れんこん。iPhone12 のショールーム広角レンズすぎてちょっと気持ち悪いかも。よいしょ、見え方が違う。
風呂上がりかな、風呂上がりじゃないよ、帽子かぶってたのずっと。だから髪がもちゃもちゃ。にゃーんすけ、今日ね、この iPhone7 で遊んでたの、待ってる間暇だったから。そしたらさ、ちっちゃい時の2016年のにゃんすけさんの写真出てきたんだけど、やばくない？やばすぎん？人形やん。は？ブチギレ、かわいすぎでブチギレ、やばい、切れそう。は？かわいすぎだろ。は？かわいすぎだろ。やばい、私今日一人でアップルのとこでこれ見てブチ切れてた。は？かわいすぎ、かわいいやばい、 TikTok でバズるよこんなん。かわいい、やばすぎる。いや、ちっちゃいにゃんすけさん、かわいい。あほーあほー、ガチやばい。マジで破壊力高すぎて、マジやべえ。私の足と足の間でこんなサイズ感のニャンスケさん、信じられる？あんな大爆発してんのに今。あーい、人形かな。え、かわいい。え、人形？あんぎょー、あんぎょー、人形。あーい、かわいい。あ、でももうなんか2週間後ぐらいにはでかくなってる。あー、うん、大好きです。猫の成長早いです、マジで早いです。うわ、愛媛でゆいもっていう1期生のね、もあの元 STU の子の赤ちゃんが来てたんですよ。子供生まれて、アオニアスペンギン、ありがとう。そう、子供が生まれてまだ6ヶ月ぐらいらしいんですけど、まだ地球初心者みたいな感じ。だったんですけど、その地球初心者のね、その子の地球初心者のその子を見て思ったんですよ。なんかまだ6ヶ月だから多分
その何6ヶ月だから私のことだから覚えてないじゃないですか。もう別にあったけど抱っこもしたけどなんか何もわからないじゃないですか。だけどねその子がなんかちょっと言葉がわかるぐらいになった時にもう一回会いに行って、いやもうちょっと言葉、いや普通に5歳とか6歳でいいな、まあ人間としての形が出来上がってきたぐらいの頃になんか会ってまた、おばちゃんね、あのなんとかちゃんが6ヶ月のこんな時に一回会ったことあるんよっていうやつやりたい。人生初のそれができる可能性が生まれました。抱っこして泣かれなかった、え泣かれなかったよ。ゆいもがね、あの旦那さんでも泣くのにあかりんすごいって言ってた。旦那さんに勝ったえそういう親戚いるでしょ。私未だにいるもん、未だにお母さんの友達とかになんかあんなにちっちゃかったのにみたいな、もう二十歳なのみたいな感じの子に言われてたから、いつまでも言われるんですよ多分。それを逆にやる側になれた、なれそうやっと。そうだからゆいもの子供に会って数年後に、だからまあ舞台してのライブとか来てもらった時に、そうほら確かに写真も見せれる、こんなちっちゃい時にナイナイちゃんがおばちゃん抱っこしとって泣かんかったけんね、あん時は笑いやったけんね。ほんでちょっとし子供の方はそれ言われてもさ分からん、何も言い返せんじゃん、知らんおばちゃんじゃん。だからさふんあーねーとかなんかはみたいな感じになる、あれをやりたいですね。あれ言われる方めっちゃ困るからね、知らない人にあんたがちっちゃい時におむつ替えたことあるんよとか言われても、ああそうですか、な分かんないですけどって感じじゃん。そう別にテンション上がってんのあのおばちゃん側だから子供からしたらね本当どうでもいい話なんですけど、全然何もテンション上がらない、ただの他人なんですけど、こっちはめっちゃテンション上がるからね、早くやりたいです。それを早く育てすくすく育って、いや6ヶ月で覚えてますわ、嘘だ、さすがに。でもねなんかもう女の子らしいから STU15 期生ぐらいで入ってるかもしれないから、でもなんか21歳のゆいもがさなんかちゃんと子供とか連れてさ堂々と来てんのにさ、私その傍ら25歳でツインテール、結構高めのツインテールしてキャイキャイしてるんだなと思うと、ほんと人生わかんねえなっておもろかった、おもろいですね。まあそういうこともある。愛媛ツインテールだったんですけどどうでしたか。ちょっとカメコ STU とかで見たかな。可愛かった、ありがとう。なんか本当はなんかストレートをただのおろしにしようと思ってたんだけど、なんか葵ちゃんにツインとかすればいいやん、なんか巻いたらいい感じになるやろみたいな言われたけん、まあ配信ないし1公演だしユニット青春各駅停車ぐらいしか出ないし、確かに今日遊んでもいいやと思ってストレートツインしたら意外と馴染んで、なんか結構ね、
カメコンの時大体ポニーだからさ、ポニーの写真しかないからさ、ツインの写真ができてよかったわ。本当はクマとかしようと思ったけど、さすがにその勇気はなかった。こんばんは。クマかわいい、絶対似合うよ。クマね。なんか猫ヘアみたいなのあるじゃないですか、アイドルがよくやってる三つ編みを作っ細い三つ編みでこうするみたいな、あれをねやってみたいけどやったことない理由は、あれってステージかと、あのステージに立ってるのを客席から見ても細すぎて見えんくね、これ。後で自撮りで あんな髪型だったんだって知るみたいな。細かい髪型ってそういうとこない？なんかここに三つ編みが何本あろうがさ、見えないから別に後で自撮りで知るっていう。だから やんないんだけどね。そう、ステージ的には高めポニーが分かりやすい、探しやすいよね。大事大事。広島の髪の毛、もう17日は何でもいいんで、配信ないしから別にオールパックでもいい、何でもいいんだよ。クマでもいいよ。髪型遊ぶなら配信ない日かな、徳島か17日やね、山口か。配信ある日はまあ高いポニーかな。うん、でも2公演の日にポニーしたらちょっと頭皮が痛いから、1公演目はストレートおろしとかでもいいかな。夜公演髪型スケジュール決めよう。そう、動画に残したくない、そうなの。17がまあ勇気があればクマで、嫌だけど、あ、クマがいなければ他に、嫌だな、嫌やな、いや、クマでで、18日が昼、ああれにしよう、ストレートハーフツイン、ストレートハーフツインでお昼、昔よくやってたやつ。ハーフツインのストレートで夜が高いポニーで、山口は、でも帰りのバスで、バスで寝やすい髪型にしたいな。ストレートハーフツインかな、もう一回。山口はちょっと広島やってみて気に入ったやつにします。どれか、徳島は、2公演あるやろ。生誕祭、生誕祭はそらもう噴水ポニーよ。
徳島はもう一回ぐらいツインやってもいいけどね。メンバー受けが良かった。メンバー受けがなんかパセリがわざわざあかりんさん美女いいですって言いに来て何が欲しいんだねってなった。もう一回ぐらいツインしてもいいけど。岡山ね、千秋楽。岡山千秋楽は三つ編みはね、カメコ漏れないんだよね。なんか三つ編み可愛いんだけど、自撮りはカメコって撮るとなんか映えない。個人的にね、可愛いんだけど三つ編みはな、歌番組用なんよな、私的に。ライブ用じゃない。岡山なら桃太郎？何桃太郎って。アイスありがとう。岡山はあとね、ハーフアップもね、なんかライブ向きじゃないよね、自分的に似合わん。私服の時撮影はいいんだけど、ライブじゃない。サイドポニー絶対嫌だ。こっち側から撮られた時可愛いけど、こっち側の時なんかハゲみたいになる。サイドポニーをやりたいっていう気持ちは一生に一回もないから、一生見ることはないです、すみません。高めのハーフアップとかはまあありかな。夏ツアーの時に事故った髪型はまとめ髪の、ちょっと下に重みを持たせたまとめ髪とハーフアップ。カメコ見てはもう絶対一生しないと思った。でカメコ見てライブ映えしてたのは、まあ、ツインと意外とストレートおろしとポニーかな。やっぱね、自撮りが可愛いのとね、ライブで可愛いのは違うよね。7年経ってもわからん。ああ、編み下ろしいいね。編み下ろし確かに漏れる。髪飾りなくても漏れる。編み下ろしいいな。徳島ぐらいで編み下ろし入れるか一回。ま、その日の気分で。顔のコンディションと。はい、というわけで今日は高松の2部です。間に合うかしら。あ、間に合わなかったら明日やったらいい。充電が溜まってきたのでやっと、ようやく充電も溜まってきたので、今日は高松の2部です。はい、配信がなかったので昨日から、高松愛媛公演の振り返りをしてるんですが、なんか結構語りすぎて1公演分しかできてなかったので、今日は高松の夜公演です。あ、振りかけになっちゃった。振り返り、もういいわ、ふりかけで。
高松2公演目はなんか私の心境としてはですね、高松2公演目の私の心境といたしましては、小豆島行こうの初披露がお昼に終わって、もうお昼は小豆島が終わるまで気が気じゃなかったんですけど、夜はもう小豆島も終わってほっとしたモードでライブしてました。というわけでシングルブロック、昨日は片思いの入り口、風を待つ海の色を知ってるか、僕らの春夏秋冬、短日植物、僕はこの目を眺めてる、今のガラス瓶の中に手話じゃね、息をする心、愛の重さだったんですけど、夜公演はうどんも食べて、この曲から始まります。入ってるんでしょうかこれ。あ、入ってないね。じゃあちょっとさらっといきましょう。まあ出てないし自分、あ、結構入ってない曲ばっかり、ちょっと皆さん盛り上げてください。はい、ちょっとなかったんですけど、じゃあまずガチャガチャガチャ、こちらのブロックでは STU48 のシングル曲から、シングルから1曲ずつ披露していきます。3公演目となる今日はこちらの曲です。ガチャガチャガチャバーン、暗闇からバーン、非前略以上。てかめっちゃ気の持ちよくなってたりして、携帯丸ごと変わったから、てれてん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 、なぜ僕は今泣いているのか、意外な感情に気づいたんだ、知らぬ間に頬に伝わる温かいものよ、教えてくれ、この現実が悲しいんじゃない、青春が歯がゆいだけなんだ、思い通りに行かなくたって、夢は多分びくともしない、傷つくことには慣れていたけど、存在を否定された無関心に、生きる価値がないと言われたようで、唇噛むしかなかった、ドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥン、全力でなんか走れない、時には歩きたくなる、僕はそんなに強くはないんだ、少しだけ休ませてくれ、何も急がなくたって構わないさ、全力はやめよう、てん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 でした。この曲私毎日俺踊ってたんだけど、陸上公演時代は、もう陸上公演終わってから一回戻ってません。あ、それは嘘、いや本当だ、私一回どっか福岡かどっかのツアーでこの曲があった時にね、なんかこのユニットブロックの1曲目が非前力だったんですけど、非前力の前の MC 出る人だったんだけど、 MC メンバーっていうの忘れててはけちゃったんですよ。で、別にもう途中から出るのもおかしいから、あ、もう MC メンバーだったけどはけちゃった、もういいわって待ってたんですよ、ユニットまで待とうと思って。そしたら次非前力一人いないよ、誰、非前力出る人誰ってなって、後ろでで誰ってなった時に、誰だったかな、カノンかな、誰か忘れたけど、誰ちゃんだよ、早く着替えてみたいな言われてたんだけど、その子がえ、私非前力
く何もね、やって何もレッスンも何もやってないから、え、出るって知らなかったですみたいな感じだったので、誰だったかなちょっと忘れたけど、多分今はもういない子。そう、え、待って、やばい、何もやってない、出ると思ってなかったみたいな感じだったんで、やばいじゃんえみたいになって、でもそこで私、あ、ちょうど私はけちゃったし、非全力踊れます、このポジやったことないけど多分いけるって言って、立ち位置表パーって見て、ナンバーナンバーナンバー、オッケー行ってきますって言って出たことがあります。なんとかなった。そう、非全力出る人じゃなかったけど、奇跡的に非全力を歌えるやつがいて急に出るっていう、それが私の踊った最後の非全力でした。奇跡が起きた。多分バレてなかったと思う、私が出る予定じゃなかったことは。そんなこともありました。ただその時はファンの人の顔1ミリも見れなかったけどねここでいいよな、次3番目に動く人だよな、オッケーみたいな感じでやってたから、さすがにその時はレスとか1ミリも遅れなかったけど、なんとかステージを成り立たせることはできたっていういや、その時でも2個奇跡が起きてるんです。1個は非全力をやったことあるから振りが入ってること、もう1個はたまたま MC メンバーだったのにたまたまはけてたから、たまたま着替えれたっていうね。そう、私の MC を出なかったっていうミスと、そう、その出るのを知らなかったっていうミスがちょうどいい感じに重なったんですよ。あれはちょっと興奮したね本当なら MC 出なくてなんでいないんだよってなるところをめっちゃ褒められるっていう、おもろかった。っていう思い出の曲でした、そしてそう、奇跡が起きた曲、そして2つ目、セカンドシングルからこちら、じゃねん、チチ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 チ、やりたいことできずふてくされてくまで、どんな風に僕は壊れてゆくのだろう、ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃん、なんだっけ、あ、教室の空気はよどんで、いつの間にか息苦しさ、逃げ出したいって思ってた、ガラス窓割り続けるより、模範的に立ち振る舞い、御社の日を待った髪切れの卒業証書なんか、これから先の人生で役に立つものか、制服がこんなに重たいものだなんて、脱いだ瞬間今初めてわかったんだ、羽が生えたように心軽くなって、僕はもうどこへもきっと飛んでいけるよ、そりゃ幸せなようで不幸かもしれない。セカンドシングル風を待つから制服の重さでした。はい、次、あ、これ入ってるんじゃない ?3 枚目。あいうえお。あ、入ってないじゃん、ちょっと、ショールームさん頑張って、してよ、こんなにショールームしてるんだから。やばい、こっちアップデートが始まってる。歌詞見れない。よし。まあ、大体こんな感じということで、いきますよ。3枚目シングルからは、青いレモンです。てんてててんてんてん
でんて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 ん熟していない、ちょ語りどんなんだっけ、果たしていない熟していない青いレモンが好きだ、僕はこの果実が美味しいと思う、でん青いレモン水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった、あー酸っぱくて苦くて顔をしかめた、突然走り出したくなった、青春とは理由のない称号、まだ答えは見つからないけど僕はあの空と追いかけ続けるだろう、自分はどうして生まれてきたのか、何のために生きているというのか、青いレモンをかじった時僕は幸福感にさいなまれる、苦さも酸っぱさも人生なんだ、こんな感じだと思います門脇の語りの人生なんだしかちょっと印象にない、もうすごすぎて門脇が、はい、こんな感じです、はいこんな感じです、青いレモン大好き、ちょっと雰囲気しか分かんないけど、自分が歌ったことない曲はもうそんな感じで雰囲気で捉えてます。そしてよっしゃやっと来た、入ってるやつやっと来た、ショールームさん本当 STU の曲いっぱい入れてください、お願いします、こんなに配信してる、これのさこちゃんめっちゃ良かったな、君の目の前には無限が横たわる、銀河を飲み込んだ夜景前の海、どんな勇気出せば渡れるのだろう、遥かな大陸よ本当に存在するのか、見えないものほど見たくなるんだ、自分のこの目で確かめたいだけ、誰かの煙じゃ意味なんかない、わびさわぬこみつ無謀な夢は覚めることがない、たまたまがずっと焼き付いてる、叶うことない願いだからこそ夜通し続けられる、希望という名の言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする、愚かな奴だと笑われたって、行ったことない世界へ、まだ流れていない涙に怯えるな、未来の悲しみは後で泣けばいい、残された時間を考え始めた時、必死に目指してた想像の島が消えてゆく、遠くのものほど欲しくなるんだ、近くのものなんかで
業するんだよ。だが気づくはず、無謀な旅で大人になりなよ。計画通りなんてありえないさ。トラブルだらけの遠回りだから、夕焼けが美しいんだ。楽をするなと今言われたって、そんな先を聞きたくないだろう。もっと手堅い夢ならば、いつもと同じ景色だ。なんかさ、非善弱制服の重さ、仰げば無謀で、この後あの日から僕は変わってたんですけど、ドラマはこの日の5曲全部盛り上がりどころが難しいね。難しいね、希望爆発だと。選んだら負けだ、挫折の時には始まってみろ。人生は長い、無謀な夢は覚めることがない。まだまだずっと焼き付いてる。叶うことない、願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無謀な夢を後悔するなら、絶対変わるだけ強くなるさ。孤独の道で誰かと出会って、たくさんの愛を知った。もしも一度やり直したって、魔法の人生を託をするだろう。一度無謀な夢を見て、新しい世界を生きる。感じ。そしてこの後がないんだよ、これも。じゃん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 。なぜだろう、こんな気分になれない。あの日から目を合わせなくなった。いつだって打ってやつをどんどんだねろなな。みんなに嫌われたって構わない、その方が楽だって思ったよ。ウォー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 、紛れたい紛れたい、僕の存在なんか跡形なく消えてるみたいんだ。チュチュチュ、日陰に逃げ込んだら、ほら自分の影見えないだろう。僕はいないいないいない、真っ黒に塗りつぶしてほしい。君は誰だ、誰でもないって感じです。はい、あの日から僕は変わった。なかなかコアな曲ですね。くちゃんの応援最高、イエーイ。そしてここで MC が挟まり、いつも5曲終わったら MC が挟まります。イエーイ、ありがとうございます。非善力、制服の重さ、青いレモン、無謀な夢を食べることがない、あの日から僕は変わったの5曲続けていただきましたか。皆さんいかがでしたか。イエーイ。はい、そしてこっからは6枚目シングルからまた聴いていただきたいと思います。はい、やっと上げ曲がやっと来ました。皆さんおめでとう、盛り上がれます。次は5曲、なかなか重かったけど行くぜ。
これ瀬戸にきつかった日だ。サングラスの後にこの曲はなかなか息ができない。息をするここじゃなくて、7枚目シングルからはこちら、6曲目から私全部出てるんだよこの日。恐ろしいけど全部よ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうのもいけないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。
だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない、もう気になることない、辛くなってしまったら歩けばいいし、休みだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物。チャンチャンチャン、そう、ヘタレのサイレーム、香川で全部緑で見たんで全員膨らむと思って見てました。イエーイ。あーあー、ヘタレたちよ、チャンチャン、僕らで一挙走ってみないか。何が何だかわからないまま本気出せ、10秒だけやってみるか、ただねえかなりで全力で、最高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 気持ちいい自分に頑張れ。石なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えば順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、ああ落ちこぼれよ、昔のまま生きててもいいけど、さあ本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない、しらけてるだけじゃ逃げられない、それでも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 腰を上げて頑張れ頑張れ。あー言っちゃいけた、さやかやらないか、いくぞ。ああへたれたちよ、ここらで一丁走ってみないか、さあ一度くらい、何が何だかわからないまま本気出せ、10秒だけやってみるか、なおねえかぶりの全力で、最高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 気持ちいい自分に頑張れ。僕はずっと下手だって言われてきた、自分も下手だって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったとそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手だってやってくれるよ。次の曲なんだっけ、次の曲なんだっけ、次の曲なんだっけ、誰か教えてってなってます。この時いつもイエーイ、ありがとうございます。初めてはミラボありがとう、みんなペンライトありがとう。はい、じゃあパン、次はテレテテテテ
福田ちゃんずっといる、なんかずっとポニーテールのやつがいる。テレテテテテテレテテテテレテテ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 レテテテテレテテテレテレテテレテテ。朝の電車の中探した、いつも気になってた横顔、あの制服は厳しい女子校、そばには近づけなくて、黒いヘアゴムで光と束ねた見た目も心も硬そう。あと何年か時が経てば話しかけられるか。ある夜偶然会ったんだ、思いがけず線路沿いの道で、ね、チュ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 だ、ポニーテールをほどいた君を見たよ。青い月の明かり浮かび上がる美しい天使、僕が知ってる君とは全然違ってたんだ。長い髪つかき上げて微笑む瞳を料理を誘うの。ででてんっていう曲です。ポニーテールをほどいて君を見た、初日でもやったけどね、なんか謎に抜擢されてましたねって感じです。まだいます、福田ちゃんまだいます。そして次、9枚目シングル、これはあります。ありがとうショールームさん。ポニーテール。テレテレテテレテツン。パン。9枚目シングルからは、笑顔のチャンス。この悲しいことに、ビリッサッとなるだろう。そしてしばらくじっとするんだ。そして涙が我慢するためじゃなくて、過去を振り返りたくなる。まだ幼い頃喧嘩して負けた僕に振られたら、口が父親にこう言われた。悔しいと思っているなら分かるが、次はたとう。知らないことや知らない色、ここで立ち止まりたくない、このまま進もう。悲しみとはきっかけ、ああ笑顔になれるチャンスさ。5人になってしまいました。ついにセブン、みんなもありがとう。少し休んだら顔をかけてごらんよ。さっきとは全然違った景色が広がる。真っ暗な夜にひっそりと輝いたあまたの星が希望だよ。誰もないと見過ごしてた普通の一日のどこかに、自分にとっては大切なものを紛れ込んでいたことに今さら気づく。ああ世界は静かに回ってる、少しずつ色を変えて、知ってる色だと油断をしてるうちに、知らないことから
旦開けながら見たことない空を見よう。星の違い線あたりが明るくなったよ。白と青が混ざった新たな夜明けの色。結構軽くなる。自分は弱いって認めながら人は生きてゆく。ボロボロになって祈り始める。笑顔になれなさうように。誰にも一生忘れない。空の色があるらしい。いくつもの青やいくつもの赤があるってこの目で見て知ったよ。だから今でも時々思い浮かべる。知らないことや知らない色。ここで立ち止まりたくない。このまま進もう。悲しみとはきっかけ。ああ笑顔になれるチャンスさ。香川でこれできてよかったですね。香川初披露だったかもしれない。昨日そう昼に僕はこの海を眺めてるを披露して、夜は笑顔のチャンスっていう、なんかいいんですかみたいな、そんな やらせてもらっていいんですかって感じ。逆に愛媛はね、あの各駅停車しか、ね、ないんだけどね。そうそう、多分香川だからやってくれたのかな。めちゃめちゃ神公演になりました。ありがたやありがたや。星の光高森セブン始めだよ。貫通始めだよ。セブンミラボありがとう。素敵ですね、いい曲ばっかり。そして最後10枚目シングルから、なんか神戸と流れ一緒だね。ガチャガチャテル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 、やるたびに人数が変わる。悲しいですけど、いい曲。テル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 。雨が上がった瞬間が好きなんだ。空の悲しみ全てを絞ったようで、雲の隙間に差してきた淡い光、きっとここから僕の未来が始まる。勇気をもらえる時だけの君の誘う持って、手すりがまだ濡れてる。あの屋上で見せたかった、晴れてゆくプロセス。雨と涙は自分見つめる時間、何にもしなくていいんだよ。ぼんやり雫をただ眺めて、耳をそばだてなさい。道や日々の単調な雨音がやがて少しずつ小さくなって、変わらないもの、トゥルルッキーと待ってたんだね。二人が変わるあの雨上がり。ドゥ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 。
傘をいつも手放せずに天気も気にしていた。そんな僕たちは何を見つけたのか。どんな目でも上がってしまえば、さっきより空は青い。悲しいこと、そのすべてを持ってゆくよ。じゃあ、雨と涙は自分見つめる時間。何もしなくていいんだよ。ぼやりしつくもただ眺めて、耳をそばだてなさい。道や日々の単調な雨音がやがて少しずつ小さくなって。変わらないもの。だから君と一緒に待とう。空気が変わる。この境界線。トゥンテテテテ。私あのメロディーの終わり方の音とか言うのめっちゃ下手だ。というわけで後半戦はなるさん、はじめだよ、ミラーボールありがとうございます。後半戦は、サングラスデイズ、ヘタレたちよ、ポニーテールほどいて君を見た、笑顔のチャンス、雨とか涙とかと5曲続けて聴いていただきました、以上で香川県の夜公演のユニットブロックが終了となりますが、皆さんいかがでしたか。イエーイ。最高の瀬戸利、それな、最高の瀬戸利だと私も思う。最高です。いい振りかけでした。ありがとうございます。香川は緑の人も多くて嬉しかったです。こんばんは。ふりかけグッズ出るんですか。全然出ない。香川高松夜公演振り返りって書こうとしたら ふりかけになっちゃって、あ、もうこれでいいや、やってただけ。失礼。あ、イモーステレビ見た、昨日再放送見た。イモーステレビ見てないんでしょ。知ってるよ、26時まで起きてないもんね。起きてないもんね。見た。私が体は文字通り体を張ったのに。見た？ちらほら見てるね。
ねえねえ、スマホ新しくしたからさ、 iPhone ケースもう早速今日落としたんだけど、ちゃんと聞いて、もうねフィルムとかちゃんと貼らなきゃいけないな、貼ってるんだけど貼ろうと思って、もうでも後から安いの買って貼ろうとかしてたら、その貼ってない期間ができて、そういう貼ってない期間の間に壊すものじゃないですか。だからもう Apple のとこでもう多少は割高かもしれないけど、言うてでも2000円ぐらいだったよ。もうフィルム貼ってもらいました、ちゃんとガラスの強いやつ。偉いよ。そしたらちょその後チャリ乗ってたら、チャリ乗ってる時にポケットから案の定落としてやべってなったけど、さすがお店で貼ってもらったフィルム全く傷がついてなかったです。次はちょっとアイフェイスとかの、アイフェイスとかの強いカバーにしようかな。マジ貼っといてよかったって思いました。大事、保護しなきゃね。最近チャリから落とすんだよ、すぐ。上着のアイフェイス無敵？マジ？てかさ、 iPhone12 なんだけど、 iPhone12 のケースあんま売ってないんだけど、 iPhone11 とか 11 Pro とか売ってるので、なぜか iPhone13 に飛ぶのお店で。めっちゃこれ iPhone12 の人にしか分かんない。中なんかね、ネットで検索したら売ってるんだけど、お店でお店行くと12の在庫めっちゃ少ない。なんで iPhone12 ってめんどくさい企画なの。なんかあんま他とだ互換性がないみたいな、不思議です。まあいいんだけど、ネットで買うから。いや、 iPhone12 より前のやつも置いてるのに12は置いてなかったりする。なんでダイソーもないよ。12ダイソーは12と10あるかない。 iPhone7 とかは意外とまだ全然置いてるんだけど、なんでだろう、なんでだろう。なでだ、なんでだろう。アイフェイスを買いますけどね。部屋の綺麗を割と保ってる。えら。ケースたくさん届きそう。いらないです。ケースは別に人からもらったの使わない。iPhone12 ってそんな流通してないのかな。どうなる。とりあえず iFace を Amazon でポチろう。確かに普通の星みたいなやつが復活してるな。何それ、何それ、昔の星じゃん。ショールームの古の星集めしてきたの、もしかして。昨日なんか星が復活してるみたいなコメント見てさ、何言ってんだろうって思ってたんだけどさ、本当に復活してんね、すごいね。
あ、広告見たら、あー、広告の表記ここら辺出てた。アプリ開いたら、あー、あれか。面白い。あ、抽選でね。あ、そうなんだ。ちょっと引いてみようかな。これか、広告で抽選ゲット。抽選所。広告を見る。あ、6回できるじゃん。この、このね、なんだっけ。あ、そう、ロイヤルマッチ。ロイヤルマッチの CM をマジ笑う。ゲームばかりでつまらないと思って、その中に無料のなのに広告がない、しかも Wi-Fi が不要な最強のパズルゲームを、皆さんは知ってますか？大人気のパズルゲーム、その名もロイヤルマッチ。ワクワクウキウキ最高のパズルゲーム、皆さんも下の方をクリックしてダウンロードしてみてください。私さ、こういう広告が表示されなくなるなら登録してもいいなと思うんだけど、登録してもしてようがしてまいが、ずっと広告は流れてくるもんね。一回抽選する。あ、これだ。 OK。 お、なんか星紫がもらえたよ。おー、なんかかわいい。いいじゃんこれ。ティーカップ10個ありがとう、くんましちゃん。え、これハズレとかもある？うわ、うわ、え、ハズレが欲しい？当たりだよ。生誕たった、ありがとうございます。その名も、名も、よし、もう一回見たぞ。抽選する、来い。星オレンジ10個。ハズレなの？でも昔の星もらえるの嬉しくね。よし、もう一回抽選。星赤50個。星の数も若干違う。あ、なるほどなるほど。星が50個とか10個とか100個とかもあるし、一番いいのがレインボースターとショーゴールドなんだ。なるほど。じゃあ50個結構当たりだ。おめでたい。こんばんは。
ピーマン買ってるんだった、忘れてた。ピーマン待って、でも明日夜遅い。ピーマンは何日持ちますか、冷蔵庫で。チンジャオロースにする予定なんですけど。キラキラが10個ある、いざという時のために置いといて。1週間も持つの、余裕じゃん。チンジャーロースにするってなったらぐちゃぐちゃにするし大丈夫だ。さあ抽選する、来い。おお、あ、赤10個。まあでも6回見れるからさ、一番外れのやつが6回出たとしても30個の星がもらえるから結構良いのでは？ね。くまくまくま。車じゃないよ。クマクマ。イナバちゃんをチュール。ねえ、このさチュールさ全部英語表記なんだよ。なんかでここに USA114 って書いてあるの。これえ、外国にもチュール売ってんのかな。こっちは日本語、外国のネットで買ったら外国のやつ、外国用のやつかもね。にゃんすけさんやっぱ外国でも人気なんだ。そうで、外国の猫だってチュール食べたいよね。レインボースター5個、お、当たりだね。海外でも売ってるんだ。あ、セブン。魚に青は、アジ。アジ、ありがとう。え、アジ？アジだよね、当たりだよね。アジ。セブン、アジ。どう？待って、これは、あの、演技とかじゃなくて、ガチでさ、あの、サバは、3。魚に3、サバ、サバって思ったから、アジだと思った。え、アジが 3？ くそ、悔しい。マジか。青、青春がアジ。違う違う、青春のサバ。あ？ああ、わかんなくなった。水色の星10個。ダメだ、才能ない。赤の星10個。なかなかレインボースター当たんないな。ああ、魚の漢字テストあったら0点の自信あるわ。チュールの会社の人を読めるのかな。マジ日本語難しい。マジ日本語って本当にめちゃめちゃ難しいですよ。説明できないもん。できなくない？むずいよね。てかもう55分じゃん。そろそろランキング読みます。いや、ほんまに日本語はむずい、と思う。
意外とかけたことがない曲をかけてみようかな。ランキングをこれでやめて、この BGM で初めて読んでいこうと思います。マジでかけたことない気がする。アラップありがとう。高森バンガッテンすごいね。生誕祭行きます。お、生誕祭当選おめでとう。よろしくね、ありがとう。一粒の麦もしありがとう。あ、入れ替わってる。なるさんありがとう。カンズありがとう。マグありがとう。埼玉のいたんありがとう。あおりよし、ツアー楽しかった。香川はお出迎えありがとう。移動もお疲れでした。生誕ブルーライブ行きます。ではお、ブルーライブよろしく。いい海を見ましょう。星野ひかり、生誕祭無事当選しました。前回のお話し会の約束通り会いに行きました。お、嬉しい、ありがとう。生誕祭も見つけるね。おしまいだなみん、香川愛媛ツアー良かったです。また徳島でお待ちしてます。もっと四国に来てくださいね。四国公演もしたいですね。ありがとう、徳島よろしく。はじめだよ、ありがとう。いけちゃん大変だろうけどレッスン頑張れ。頑張ります、超大変、ありがとう。くまさん、やっぱり福ちゃんの応援最高です。最近参加できてなかったけどありがとう。こちらこそありがとう。できる時に参加してくれ、いっぱいありがとう。たくさん、1位はセブン、ありがとう。セブンありがとう。1位はデメット。というわけで、あ、めっちゃなんかゆったりしたエンディングあと私が福田はって言ったらストーチって言ってください。いきます、おりますと福田はストーチ。最後の優勝はどんな決まり。香川県出身の、福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日もありがとうございました。今日はちょっと携帯のアップデートが難しすぎて、 SNS もメールもなんかほっと全然触れなくて、なんかただの金属の板を持ってるだけみたいな気持ちで、デジタル断食みたいな感じだったんですけど、明日からは復活しようと思います。はい、めっちゃむずいわ。お疲れ、おやすみみずみです。ありがとうございました。嬉しかったね。明日は夜遅いと思うから、配信、まあ配信できると思うけど、よろしくお願いします。こんな曲だったんだなと思う、曲ボーカルの曲で。僕の光、まぶたを閉じながら思い出す暗さとを、爆速でお風呂入ろう。バイバーイ。